はい、じゃあ森ちゃん今回は、はい、ちょっと僕疑問に思ってたことが疑問というか練習してて、はいはい、なんかよく壁を作れとか言うじゃないですか。はい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 、壁がどうだったら、いや分かるんですよ、はい、そう杖しないとかそういうことだろうだとは思うんですけど、はい、そう壁ができてるのかできてないのか感覚的によく分かんなくて、はい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 、ちょっとそれについて教えていただきたいなって。はい、分かりました、はい、壁ね。じゃあまず壁ができてない人の例をやります、はい、どっちがいいのかな、後ろからの方がいいのかな。まず1個が、まあ、状態がこう前に出ちゃう人ですね。だから多分こう構えて、すごい肩がこう前に出ちゃう人。あ、だからちょっとこっちからだとちょっと壁ができてるかできてないか全く分からない。分かんない。あ、じゃあ正面からいきましょう。こういきます、前で、はい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 、なんか 一見足は壁できてそうだけども、その壁を上半身が越えちゃうっていう感じ。でもこの正面から撮ってるんですけど全然できてないです全然全然そうできてない人の例だもんだってっていう人、結構こう打ちに行くような動作の人と、もう一個が、まあ、よくやる据えパターンですね。腰が据えするパターン、ダフったりもするかな、これだと。それ僕ですね今抜けたもんこれそれ腰切れて習ったらそうなったんですけどなんかおしくらまんじゅうみたいなこういう動きすると大変よこうやってダフる、ひどいひどいなそれ自分を見てるような気持ちになるでしょ。このまま行ってギリ行くけど、やっぱダフレが多いですね、スエする人は。今みたいにそれね、フルショットできないんですよ。今多分フルショットしてないんですけど、できないす、フルショット詰まるんですよ、完全に。すごい詰まる、てて、私も振り切れない。多分本能でやれなかったと思うんですよね。いますよ、うん、突っ張るっていうか、なんかいや、きつい、てか腰が痛くなります、これ。だから結局それで腰をなんか逃がすんですね、変なとこ。腰痛くないですか。いや、痛いっすよ。じゃあそれが原因なんじゃないですか。はい、わかりました。まあ、なんかそう、僕も当てはまってたんで、はいはいはい、壁ができてないスイングだなっていうのが分かったそう、それができてない人、はい、じゃあそれで練習して、じゃあ何ができてるのかっていうとこなんですけど、実際にこうやって振っていきます。こう正面からの方がいいかな。で、振りましたって言ったら、フィニッシュの時の左足の体重の乗せる位置がポイントです。どこっていうと、ここ、要はかかとの外側っていう感じ。こう4つに分けて、つま先の外側、内側、かかとの外側、内側だったら、かかとの外側のみ、そこにかかってるかどうかです、フィニッシュの時に。外、かかとの内側は今靴だと別に上がってはいないんですけど、あ、靴の中の足はちょっと浮いてるんですか。浮いてる、そうです、そうです、体重は全くかかってない感じで、さっきのこのダメな例でいく、あのダメな例ですよ、2つ言ったじゃないですか。まず1個目のこの状態出ちゃう人は、そもそもかかとじゃなくてつま先に乗っちゃってる人が多い、うんうん、っていうパターンと、腰が止まるんで、なんか壁一見できてそうだけど上体が突っ込んじゃう、うん、で、もう一個の、うん、山ちゃんパターン、うん、SA するパターンの人は、足の外側に全部、要はかかっただけじゃなくてつま先の方も乗っちゃうと SA しちゃいますよと、うんうん、回したいけど回んないっていうか、うん、それかかとの方のところに1点乗せてあげると、自然と左腰が引けるんで、うん、壁を軸に触れるっていう感じ。なんで必ず打ち回したフィニッシュで止まるじゃないですか、うん、止まった時にパッて見て、かかとの外側かかってるかを確認してあげるといいかな、うんうんうん、っていう感じです。はい、はい、実際見てみます。あ、だからピタッと止まるのか。そう、切り返しの時上げていって
で振っていきますって時にかかとの外側に持ってってあげると腰が自然と回るようになるんで、うん、左の壁軸を中心に回ることができるっていう感じなんで、振ってった後に左足の親指は必ず浮いてるように、なんなら離すぐらい、そこに乗せるっていうか、もう親指離しちゃうみたいなイメージしてあげるとそこに乗りやすくなるっていう感じ。それを意識して打ってくださいっていう感じ。感じだから乗せてる位置を必ずフィニッシュで確認してあげる、うんうん、のを忘れないようにしてほしいなっていう感じ。これはちょっと僕が勉強になった、聞いててよかった。ちょっと視聴者の皆さんも、あの、はい、じゃあフィニッシュした時にちゃんとなってるかなってことですね、はい、壁を気にされてる人は、そう確認してみて、実際に確認してみてどうなってたかコメントでお待ちしてます。どうなったの？僕前でしたとか、はい、あ、なるほどね、内側でしたみたいな。わかりました。お願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。